どうもです。つくもへよ。8月28日、今日の落葉は仏滅。新しく始めるわけを聞きよなしの法事なんかはケチとも言われてる。時間は水菜と風呂を荒らす影の水。芽を出す準備を初めて状態を示してる。十二支はうさぎ屋根、影の木。草木が土の表面に芽を出した状態を示してる。ほんで、この10巻と十二支から泳ぐよ読むと、水晶の木。日は水に養われるということで、造成。物事が順調に進むやけや。仏滅、一旦物を終わらせるいう意味ある境に、終わらせたもんがええようになってったらええけど、でやかね。まあ、これらを踏まえてどう過ごすかは、あんたさん次第や。ゆるゆると、ええ日にやると、ね。ほな、またね。